こんにちは、サクソフォン奏者の宮崎真一です。この動画ではヴィンテージサクソフォンを通してサクソフォンと音楽の歴史について紹介したいと思います。ヴィンテージサクソフォンといってもただの古いサクソフォンのことではありません。例えばチャーリーパーカー、マルセル・ミュールなどなど、名人の名演奏を支え続けた楽器なのです。話を分かりやすくするために、サクソフォン180年の歴史を6つの時代に分類してみたいと思います。分類の決め手はこちら。サクソフォンのベルについた低音キーの位置とメカニズムが決め手です。まずは第一世代、19世紀アドルフ・サックスの時代の楽器ですね。最低音が B ナチュラルまでの短いベル、そして手動で押し分ける2つのオクターブキーが特徴です。次が第二世代、20世紀の初頭、ジャズの誕生の時代の楽器です。最低音は B フラットまで伸びましたが、ベルの左右に低音キーが位置しているのが特徴です。続いて第三世代、サクソフォンの黄金時代とも言われている1930年代の楽器です。低音キーは現代と反対側、ベルの左側に並んでついています。次がいよいよ登場、第4世代、現代のサクソフォンの直接の先祖にあたる楽器です。低音キーがベルの右側に移動しただけではなく、キーのメカニズムも革命的に良くなりました。そして第5世代、1970年以降のグローバル化したサクソフォンです。最後に第6世代、現代のそして未来のサクソフォンです。これはヴィンテージには当たりません。それでは実演コーナー。次回は第一世代アドルフ・サックスの時代の楽器についてご紹介いたします。それでは